はいさい、今回は名護市に来ています。ちょっとねご覧の通り黙々したね雲が頭上の方にねあったりするので、そこまで鮮やかな景色がね広がってるわけではないんですが、まあね比較的青空が広がってるんで、青く見えると思います。でねここね実は島なんですよ。南城市にも玉城の方にも、奥武島ってね大島があるんですが、こちらにもあるんですよね実はね。読めないな。逃れ島の日、そういったね石碑もあったり、あれは何だろうな、なんか波の形だからね、あもしかして津波の話かな、地震の山内豪華社歴史、ちょっと軽く読んでみましょうね。1953年に完成した初代の矢ヶ内大橋はわずか7年後の1960年、地球のほぼ裏側に位置する南米チリで起こった地震が元で発生した津波により流出してしまいました。そんなことあるな。1960年のチリの大津波で流れたってこと、そういうことだよね。その後、まあ、2代目の大橋が1963、3年かけてねまた復旧されたって書いてますね。塩害による劣化などがねあって、まあ、取り壊されて現在の3代目になっていると書いてますね。そうこのね橋がある方を渡ると矢ヶ内島に行くんですよね。反対側渡れたらいいけど、歩行者優先だと思うんですけど、皆さん捕まえなく、運転手が吹っ飛ばしてますよ。で今ねカメラ録音できてるか分かんないんですが、だいぶゴロゴロゴロってなってるのはね雨雲がね近づいているのかね、あちら多分大雨降ってますね。ゴロゴロゴロってね雷もゴロゴロ聞こえてるんで、でこちらね奥武島の大ビーチですね。で橋の反対側左手の方にはね矢ヶ内ビーチがあったりするんですが、今回は大ビーチだけ撮影しよっか。じゃないとね雨降ってねここなんか滑りそうだから今日ね、朝からまあ北上してね名護市だったり今帰仁とかね郡島も行ったりしたし、今はね矢ヶ内島の帰りで郡島にいるんですが、こんなに青空広がってるのにね沖縄の雲の流れは本当に速くて、まあ、今日撮った動画はね関連動画としてあの動画の説明部分にURL をつけとくんですが、その時々によってねこんなに曇ってるの、こんなに青空なのって思ったりするぐらいね本当に沖縄の天気変わりやすいんでね、見てね同じ日だとはとても思えないかもしれないですね。で、まあ、今ねこの大ビーチを歩いてるんですが、大ビーチのねあの松の木の反対側がちょっとどうなってるのか分かんないんで、今回初めてね初めてではないねこのビーチ自体はね何回か来たことある海岸なんですが、だからそこの奥がねどんな感じだったかね覚えてないんで、今回は海岸調査ではないんですが、ね、名護市の奥武島どういうね海岸があるのかっていうのをね撮影していこうかなと思ってるけど、雷がゴロ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 してるから、これ撮影中にあの雨雲がどんどんなんか薄いなんだろうね、手前の雲は右から左にで高い雲は左から右に、大丈夫かな。大雨降られたらね沖縄の大雨って激しい大雨なんですよ多分ね、県外のここ5年10年ぐらいでねゲリラ豪雨とかっていうことが
流行ってると思うんですが、水害が出るほどのね大雨が降るじゃないですか。ああいう雨っていうのはもともと沖縄のスコールみたいな雰囲気なんで、ああいうのがね未だに沖縄いっぱい降っちゃうんで、この川はなんかあんまり面白くなかったね。ところどころに墓があるんですね。ピンピンピンっていうねセミも鳴いてるね。そう、もともとね沖縄は大雨が降ったりするんで、すんごい急な雨とか降ったりするからね。今回もね、そう、ここなんか階段っぽくない？もともとなんか登れたのかな？ね、なんかちょっと階段チックになってるけれど、この上はね登れるようになってないんで、まあ、何かが昔はあったのかな、会所とかなのかな、それとお墓があったのかな。どう見てもなんか階段みたいだったよね。こういう岩陰にはね、よく来たら面白そうだな。よしよしよし、ね、この琉球松の反対側がねどうなってるのか気になったんで、ちょっとした洞窟か奥行きがなかったですね。あー、ここもうこれ以上行けないパターンなんだ。あ、いけるいけるいける。でですね、もう驚くと思うんですが、見てください、この松ね、もう幹は半分、ちょっと逆光でね見にくいかもしれないけど、根っこは出てるんですよ。こんなところにね、たくましく2本のね松が未だにしがみついて元気にね育ってますね。カニちゃんが歩いてるね、たくさん。ゴロ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 するから、ちょっと早めに撮影して戻らないと渋滞になるんですね。まあ、ちょっと海食洞窟とかあったら見たくなりますね。ここあれですね、お墓ですね。土壁を削って、おお青ね、ちょっとね中まで映すとあれなんですが、やっぱりこういう柔らかそうな土をね掘って、昔の人はねお墓としてね使ってたんですね。こういうのがあるからね、ちょっとだけあんまりね映すのはよろしくないと思うんですが、もうね蓋が開けられてるってことはね、あそこに骨壺とか置くのかな。お邪魔しました。よいしょ、あそこはまだ蓋がされてるんで、まだ使われてる可能性があるから。すごいな、こんなところってね奥までね歩いてこないとね、多分ね普通は来ない場所なんで、すげえな。もう途中でやめたのか、蓋剥がしても違う場所に移動してるのか。時折ゴロゴロゴロってね、僕のねお腹が空いてるからゴロゴロ鳴ってるんじゃなくてね、雷ですよ。こっちはもうちょっと濡れないと歩けないパターンかな。反対側までもうちょっと行きたいけれど、あーもうしばらくはこういう海岸がね続きそうだな。おお、赤目カニがほら、カニが隠れた。よいしょ、まあ、あんまり人が訪れない場所なんで、洞窟だよ、洞窟があるよ、洞窟だ。上はちょっとお墓っぽい感じかな。これ怖いな、なんかね、まあ運悪く崩れないでしょう、このタイミングでは。行きはないけれどね、ちょっとした海食洞窟でお墓らしきものがありますね。失礼しました。いやでもね、こういうし雰囲気いいね。ちょっとこの景色最高だな。サムネイルかなこれね、最高だ、いい感じです、ゴロゴロ花火みたいにねなってるのはこれ雷ですよ。
て。ああ、同じようにね、ちょっと横穴が少しずつあったりするね。こういう柔らかそうなの場所を振って。お墓作ってたんですね。こんなもんかな。うわ、ここはまだちょっと奥深いけれど、奥が見えてるね。はい、まあこんな感じで名護市、まあ名護市っていうかほとんどね小島あたりなんですが、八垣島手前だからまあ名護市でいいか、ね、名護市のねやんばるにもねやっぱりこういった自然がね残る場所がねまだまだたくさんあってね、今後もこういったあんまり人の訪れない場所をね撮影したいななんてね思ってるので、こういうねあんまり人が訪れないローカルな場所がね好きな人はね、今後も僕はこのチャンネルでこういった場所を定期的にね取り上げて撮影していこうと思ってるんで、ね、チャンネル登録してまたね次回こういった穴場の海岸とかをね撮影するまで楽しみにして待っていてください。というわけで、今回名護市のね奥竹島ってね、これ松の根っこ落ちたのかな、なんか白い貝のミミズのなんか巣みたいな、なんかね向こう側にたくさんじゅうじゅう生えてるの、この辺の木が落ちてきたのか、それとも流れ着いたのか、海に沈んでたのか、ねね、こういうね自然がいっぱいなね場所がありますね。今もフルソーバーだったりしますからね、魚が小魚がガラとかに追われてるのかな、なんか魚が大きな魚に多分狙われてね、小魚が逃げ回ってるんですよ。こういうね雷がゴロゴロ鳴ってる時に海みたいに感電しちゃうんで、ね、雷が鳴ったらもしね遊泳中だったらね速やかに上がるようにしてくださいね。本当に近くの海に落ちたらね電撃ショックで本当に心臓麻痺起こしたりする可能性があるんでね。はい、というわけで今回ね長寿大橋でだっけこれのね近くにある竹島って書いてね、南城市の大島じゃなくて名護市の大島からね、沖縄の、ね、魅力をお届けしました。はい、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったねー、バイバイ。